疲れ様です。お疲れ様です。今日は、はい、やっとこれ実はねゴールデンウィーク前に来たんだけど、はい、そうですね、こっちのお店がかなり早い段階でゴールデンウィーク入っちゃってて、はい、断念したんだけど、今日からだっけ、今日からスタート、今日からまたスタートでやっと来れたから、ちょっとグルメ編、グルメ編なんですけど、今日のはかなりやばいですよね、うん、この丸太棒ソーセージ、このソーセージこの間テレビで私なんか見て、うん、有名らしいんでね、はい、じゃちょっと楽しみで行ってみましょう。はい、疲れ、今、はい、注文して待ってる間にちょっと一服、ちゃんと喫煙所なんで、うん、うるせえからね、ほんとうるさいですよね、うん、いやでもさっきからさ続々来るけどさ、すごいですよね。テレビ出たんでしょ。テレビで見たんですよね、私も。テレビで紹介されたから、うん、さっきからバンバン来るんだけど、もうとっくに営業何もうなくなっちゃってたってことなのかな。そうですね、あの名物が品切れで、うん、そうね、俺らも最初終わっちゃったって言われたんだけど、いや電話して確認してきたから、そうです、ちゃんと電話して何時までですかって、そう3時までですって言われて来てるんでって言ったら、まあね通してくれたから、まあギリギリ良かったけど、危なかったですよこれ、うん、本当、前下道2時間かけてきましたからね、わざわざ、そうそうそう、まあ、ちょっと疲れたね、車が、疲れた、本当に疲れた、そうで、今日はちょっとマネージャーもね、あれ、なんか首、寝違えてねマジで痛いですよ、首、そうそうそう、機嫌が悪いからねあんまり喋りづらいというか、なんでですか、だってぶっちょうずらしてんのもずっといや、これでも結構真顔なんで機嫌で言うと、うん、5が一番いいとしたら、うん、まあ4ぐらいですよ。あ、そうなの、いつも5なんで別に。なるほどね、気にしないでください。あ、そうそう、さっき思い出したんだけど、はい、あの俺コンタクト目悪いじゃん、はいはい私も悪いです、悪いよね、はい、で、あのなんだっけ、あのガレッジセールのさ、はいはい、ゴリですか、ゴリじゃない方の川ちゃん、川田いるじゃん、はい、あいつが超目悪いんだって。へえ、すんげえ悪くて、なんか信号待ちかなんかで、はい、こうやってまあ、歩いててさ、はい、立ち止まって信号が待ってる時に、はい、すごい視線感じたなって、はい、んで、まあファンの人なのかなとか思ってて、うん、でもずーっと見てるから、うん、だんだんイライラしてきて、うん、はぁーっと思って、もうダメだと思って何ですかっつってこうやって振り返ったんだよ、はいはい、何ですかっつってちょっと見学しぐらいの口調で、はい、振り返ったらまさかの選挙のポスターっていう選挙のポスターがこうやってなんつうの頑張りますみたいなそれは見てるよ、それは見るよねそれは動かねえよ、ずっと見てるよ、それはそれがゴリが言ってて天才じゃないですか、天才だよマジで、なんですか、そう一瞬ああもうと思って何ですかって言ったら選挙のポストレベル高すぎでしょどんだけ見えてねえんだよっていうさ、てかそんなに目悪いんだったらコンタクトしろよ、コンタクトとかメガネがしろよっていうさ、しかも信号待ちってことはまあ車乗ってた可能性が高いわけじゃないですか、うん、危ないですよね、本当だよ、びっくりしたよな、私もヒロミさんもつけてないと見えないぐらい目悪いけど、 それにしてもシルエットは分かるじゃないですか、そう大体ね、じゃああれじゃあれが車だったら車って分かるし、うん、分かりますよね、そうそう大体でぼんやりねどんだけ目悪いんだよ、綺麗気味でさ振り返って何ですかっつったらさポスターだもんそれ見てるよやばい、それさっきねちょっと思い出して、その話ちょっとやばいですね、やばいよねちょっとご飯があご飯来る前ちょっとね、はい、もうちょっと待ってはい、はい、疲れ様です、はい、OK、はい、とりあえずマネージャーの分が来ました、こっちは通常サイズらしいんですけど、相当でかいよ、画面越しで分かるよ、分かります、俺の手がこんな感じだよこれでかいでしょ、これで通常サイズらしいですよ、ありがとうございます。うわ、すごい。これはでかいね。俺も普通に取りよかったわ。俺、バカでかいの頼んじゃったから。ヒロミさんは、また来たら、ちゃんと、うん、そっちがメインなんで。こっちがメインだから、ね。はい。いや、これでも食える？これは食べれる？食べれる？はい。わかんないけど。まあ、ルナが来たらまたちょっと。ちゃんと回します。うん、ちゃんとこっちメインなんで。そうだね。いや、寄ってきました。はい。ちょっと。映してもいいよ、この巨大
ソーセージ。ちょっとさ、立って引いてさ、はい、テーブルどの程度、うん、これだよ、これこっからここ、テーブルに収まってないから。やばい。こっちに行ってもらっていいですか、一回カメラにするんで。あ、そうだ、いいですか、うん、OK です。やば、怖いね。食べるか。はい、頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。でかっ。頑張ってください。本当に弾力がすごいね。いや、めっちゃ美味しいんですよ。やば。やばいね。テレビで見るよりやばい。終わりました。口に入れた瞬間からうまい。ですよね。うん、噛む前から美味しい。あ、味はマジでうまいわ。本当に美味しい。なんか無添加らしいですよ。うん。お店で作ってるみたいです。マジで。これ待って。やばい。心折れるよ、俺。フードファイターじゃないですか。本当だよ。すごいな。本当これ多分3人とかで食べる量なのかな。そうじゃない。大きく切ないと多分。うん。あった。熱いですね。でも。今まで食ったソーセージで一番うまいかも。本当らしいですね。そんぐらいうまい。お店の中でソーセージ自体作ってるらしいんですよね。弾力がすごいんだよ。これ弾力がすごい。本当すごいですね。マジで美味しい。マジうまい。やばいわ。入れた瞬間から美味しいけど、噛んだ瞬間もやばくないですか。ちょっとこっち系だから、うん、なんていうの、あれ味は、あ、大きいから、味はなんか二の次っていうか、あれだと思ったけど、普通に味がうまい。美味しいですよね。なんか、お持ち帰りもあるらしいですよ。家で焼くみたいな。家でどうやって焼くのこれ。カットするしかないんじゃないですか、ね、いや、これはテレビで見た感じだと、うん、焼き鳥を焼く、あれ、長いやつで焼いて、あ、はみ出ちゃうんですよね、多分、うん、はみ出たとこはバーナーで炙ってました。すごいわ、まあ、見て、このなかなか切れないっていうかさ、弾力がすごいですね。普通、腐っていくでしょ、うん、だけど、うん、ほら、これやばい、これ食えるかな。うん、ほら瞬間からうまいもん、うん、あっかい。ソーセージナンバーワンですね。マジでナンバーワンだわ。本当に美味しいですね。うん、うまい。結構俺ら当たりの店多くない？うん、引き寄せられてるんじゃないですか。そうだね。これ、うん、熱いですね。今割と食ったけど、うん、まだこんなんだよ。まだこんなにある。これだから 2,3 人であれだよね、うん、完全に私のこれこれだけでよかったですね、ご飯頼んで。本当だよね。まあでも大食い見たいっていう人がいたから、うん、ちょうどいいですね。うん、ちょっと何人いけるんじゃないですか、頑張れば。俺の本気見せるかな、じゃあ。じゃあお願いします、うん、ちょっとみんな大食い見たいみたいなんで。よし、本気出すか。あ、でももう半分ぐらいはこれでカットした分で。そうだね。うわ、うまい。うん、とにかく味が美味しいですね、本当に。味が美味しいからいけるわ。そうですね。うん、今一度だったらちょっとこれもいいやなんて。ちょっとハーブソーセージっぽくてめっちゃ美味しいですよね。いや、でもさっきやっぱこれがやっぱテレビ出ちゃったからみんなこれ食べに来るみたいで、うん、今日終わりですって言われてもみんな帰ってった人いるから。多かったよね。10時オープンの月曜定休日みたいなんで、オープンすぐ来ないと。皆さん来た方がいいですよ、これ。オープンに着くぐらいの気持ちで出ないと、うん、多分もうないですね。ないね。確かにハーブが効いてる。うん、美味しいですね。すごい。ちょっとファミリーで今度来たいですね。確かに。これ2個頼めば全員で行けるんじゃないですか。うん、そうだね、うん。ちょうどいいかも。
シノスイなんかもすげー食うからね。あ、そうなんだ、うん、確かにピザめっちゃ食べてますよね、いつも、うん、すごい量食べてません、ピザ L と M か、 M だよね。あ、でも半分ぐらいなくなりましたね。そうだね、一回止めます。ウイトさんだ、どうしようか。いいか、もう早くないですか。でも半分ぐらい食べてません。そうだね、早いわ。意外といけるんじゃないですか。うん、これ一人で食べる人って多分いないと思いますよ。いないのかな。いない、いないんじゃないですか。最高ですか。マジでうまい、うん、この火というか鉄板もすごい、すごい長くないですか、これが。長いよ。まあ、特注ですよね、これ。うん。あっち。ああ。これで私の1本分ぐらいですか。うん、だね。3倍ぐらいあるのかな。ああ。熱いな。一貫ジュージュー言ってましたもんね、今。うん、これは、はい、じゃあまたライスを完食ですか。うん、ライス完食、うん、で、これもあと1個だけ。すごい。うん、美味しく完食できました、結構。美味しい、別に飽きないし、うん、美味しいですね。いや、いや、すごいわこれ、見てよ、改めてよく空にしましたね、これ一人で、うん、私がまだ終わってないっていう、ね、食べるの早すぎる。でもうまかった。最高ですか。最高だね。でも来た瞬間マジでいや無理だと思ったよ。あ、もう登場した瞬間。そうそうそう、一人では食べる人いないでしょうね。やっぱ 2,3 人で食う感じだよね。今度ちょっとじゃあ、プライベートで。まだいけるな、俺大食い結構いけます。何気にいけるね。でもこれ食べるんだったら全然、うん、いや、ごちそうさまでした。ファミリーみんなでまたプライベートで行きましょう。そうだね、行きましょう、はい、皆さんもぜひ。そうですね、うん、いや、食べましたね。食べたよ、こんなこんぐらいですよ。ほんと、大げさじゃなくてマジでこれ、こんぐらいですよ、ほんとに。こんぐらいだね、ほんとに。一人で、一人、ごちそうさまでした。ありがとうございます。一人で食べきったよ。いや、でも頑張りましたね。今考えると、別に余裕、まだ食え、まだ食えるもん。だってあれ一回カメラ止めたけど、うん、止めた直後にまた回したから別に本当10分もかかってないですよね。そうそう、そこ食っちゃった。なんかあの店員のおばさんに、うん、頑張りましたね一人でって多分一人で頼む人っていないと思いますよ。そうだね、あれやっぱ最低2人でしょ、うん、ご飯だけ頼んでシェアしてる。そうだ、ね、食べるみたいなんで、うん、でもまあうまかったから普通に、うん、これ本当おすすめだね。ロードステーションさて丸太棒、後で概要欄に載せとくの。そうだね。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。